なんで？なんで？オリンピック、オリンピックってもう去年ぐらいやってなかった？え、オリンピックも去年やってたよね。気のせい。冬季？今日はこれもう何にも巻いてない。今日髪の毛何もしてない、マジで。一旦髪の毛は何もしてないです。あー、どうしよう。明日ね、なじら亭さんに出演させていただくんですよ。見てください、ぜひ。はい、なじら亭さんに出演させていただくんです。そう、エピメ祭り楽しみ。そうだよね、ビメ祭りもあるんですよ。そんな明日の日、明日も リカちゃんデイ。そう、リカちゃんデイ。明日はリカちゃんデイ。ちょっと待って、今何日？そろそろバレンタインを考えなきゃいけないよね。そろそろだよね。どうしよう、バレンタイン。バレンタインどうしましょうか。なんか流行ってるのある？最近。クッキー作りたいけどさ、上手にできないからな。画面クッキーばっかり作ってる。なぜなら日持ちするから。ちょっと渡すの遅れてもさ、いけるやん。M 字、 M 字にしたい、どうしても。メイク一緒。ねえ、なんでメイク違うっていうの。一緒なんだけど、つらい。まだ温まらない。こんばんは。お嫁さんにしたい。お嫁さん。
お嫁さんはどうだろうね、いいしてくれますか、お嫁さんに。なってください。なれません。イカメはみんなのものだから。1回目はみんなのもの。でもさ、本当にさ、思うこと言ってもいい？これなんか変な風に捉えないでほしいんだけど、私もね、ファンだったらそう思うから、あの、まあその推しメンとかをさ、自分のものにしたいとかさ、なんか付き合いたいとかさ思ってるガチ恋の人たちいるじゃないですか。そういう人たちってでもさ、誰かのものになったらさ、すごい怒るじゃないですか。でも自分のものにはしようとしてるのに、誰かのものになったら怒るじゃないですか。結構エゴじゃない、それっていうのは。それはどう？だって自分だって、じゃあ付き合ってってリカが言ってさ、付き合える立場にいたら付き合ってるわけやん。でも他の人がさ、同じ立場になったらさ、なんかさ、バチコリに叩くやん。それはすごいことじゃないって思ったんだよね、人間の心理的に。いや別に分かるよ、すごく分かる、気持ち分かるけど、でもなんか、まあ理にかなってないというか、結局自分の欲求だよなって思っちゃうんだよね。推しには幸せになってほしい。そう、そういうこの気持ちを持ち合わせてる人だと、私は結構ね、話が合うんですよ。でもさ、幸せになってほしいってのがさ、本当の愛じゃないですか。そこのところはどう思いますか、皆さん。特に何とも思わない感じ。熱い。めっちゃやけどした、今めっちゃやけどした、ここの熱い部分めっちゃ当たってた、今痛い。冷やした方がいい？いた。この先端の熱い部分めっちゃ今当たってて、数秒間気づかなく
くて暑いってなって今やばい、タナベンがフーフーしてくれてる、ありがとう。タナベン、ありがとう。タナベン、ありがとう。熱っ、ガチ熱い、死ぬかと思った今、頸動脈をやられた。美人新人歌手新春シャンソン賞。ごめん、私早口言葉言えちゃうんだよね。え、ちょっと本当に負傷してるんだけど私今。え？どうしよう。冷やして、冷やしに行くのもめんどくさいわ今。おピメは一重二重、なんかついてる、マスカラついてるわマスカラついてるけどもうめんどくさいからいい。何重に見えますか、何重に見えますか一重になろうと思ったら なれるよ。でもおばあちゃんみたいな声になるけど、クールビューティーですね、初めて言われた、クールビューティー、本当？ありがとう。でもさ、本当はね、これぐらいの二重幅がいい、ならないけど、これぐらい、これぐらいならないけど、千年に一度の美人さんですよ、間違えた、1万年だったやばい、ゼロが読めなかった、1万年に、やば
話盛りすぎててくさ開会式見ないの？見ない。ショールームしてるじゃん今。うざっ。見てればいいやん勝手に。二重のメリットって何？わかんない。でももともと私奥二重みたいな感じだったんですよ。薄い二重みたいな。それを頑張って広げました。でもそういう手術とか整形とかはしてないです。なんかナイトアイボーテみたいなやつとアイプチで、もう中学校の時からずーっと毎日やってたら二重になった。これは本当の話。もともとなんかあんまりその皮膚が厚い方じゃなかったから、多分癖がつきやすかったんだと思う。だからめっちゃ昔の写真とか見たら超超ブスなんだけど、でもなんかそのメイクしたら、例えばつけまとかつけたら、アイプチつけてなくても自動的に二重になる目だったの。なんかよくわかんないんだけどこうなんか、でももともとのその奥二重があるから見えみたいな感じになってたので、その一個目の線、奥二重の線が消えて今この幅になったんだけど、でもね、これ二重幅をね自分で広げた人あるあるなんだけどね、黒目がたまにどっか行っちゃうのこうやってなんかそのまばたきした時とか、今もだいぶその癖治ったけど、黒目がねどっかに白目向いちゃう、まばたきしちゃう時があって、それ良くない。今だいぶもう治った、あんまないでしょ。でもなんかたまにある、たまになんかどこ行っちゃう、うん、そう、これはねあるあるだと思う。分かってくれる人いると思う。気になったことがなかった。そうでしょ。多分私はもう癖治ってきてるからあんまりそういうのないかも。ねえねえ教えて、リガイ目今日もかわいい？ナイトアイボーって5000円か、そんな高かったっけ。私そんなことなかった気がするけど、なんか偽物捕まされてたのかな、わかんないけど。かわいいよありがとう。今日も自己肯定感高いぞ今日もみんなのおかげで自己肯定感上げ祭りですね。嬉しいです、みんながそうやって言ってくれるのが。リガちゃんが一番可愛いよ。ありがとう。アイメイク。でそれ何？それなんで言ってくるのそれ。うざい。次言ったら通報するよ。
そうだ、今日はタワーサインの日、忘れてた今日はタワーサインの日。はい、なんかありますか、今季節のタワーみたいなやつ。じゃあそれを投げてくださった方にサインを書きます。イエーイ。はやっ誰、ちょっと待って、メモする。誰ねえ、誰、ちょっと待って、ちょっと待って待って待って誰待って、ほかけんねえ、君たちさ、ほかさん、検証さん、負けたって何どういうこと他県ちょっと待って、本当に早いこれ何のやつなの。のぶさん、のぶさん、誰、久しぶりだからね、タワーサインのぶさんと誰、4人いるよね。堀向さん、はい、堀向さん、堀向さんってなってる人いるわ。こんばんは。領収書？カニとブリビールの YouTube 見て、ブリビールを、ブリビールマジでうまいからねいやもう本当にあれを超えるビールがかつてあっただろうかっていう感じ。もう最初に飲んだビールだけど、私最初のやっぱさ、初恋の人、初恋の元カレみたいな感じだもん。もう本当にマジで美味しいからね、本当にやばいよ、もういい、ガチで美味しいよ本当に。どんな味なのか、なんかビールに出汁が効いてるみたいな感じなの、本当に。うん。ガチでうまいよ、もう。私が飲んだビールの中で一番うまい。苦くないかね。あー、苦いっちゃ苦いかも。でもちょっと癖強って感じです。あー、誰たわ、あやめだんごさん、
はい。なんか なんて言ったらいいんだろうな、ちょっと癖があるんだけど、でも飲みやすい、さっぱりした感じで、なんかだし、なんかうまみ成分、魚のうまみ成分だけを抽出してビールに入れたみたいな、そういう感じ。なんかねむずいな、なんかむずいんだけど、でも本当に美味しいの、ガチいやガチ、魚臭さこれ一切ない、マジガチで美味しい本当に美味しい、世界で一番美味しいビール。豆をむさぼり食う。もう昨日で節分終わったから、今日はただのいった豆を食べてるアイドル特に味はない、豆はね。こんばんは。テーマは大豆犬です。取り寄せできないんですよ、ブイビールは。ほんとあそこのお店に行って注文して飲まないと飲めない。もう他にはどこにも売ってない、保管方法が特殊で。そう、舐めて止まらなくなる。そう、今ね食べないと、もう多分食べないと思ったから。アルコール何パーセント？5とかじゃん、普通のビールと一緒ぐらいしてた。コロナ落ちていない、経済分も由美ちゃん何してんの。由美ちゃんね、
っと待ってね。そうだよね、そうだよね。今日もイベントなんか、イベントはもうなんかもうそもそもマンボウ出てる時点では無理くない？遅くなりました、今来ました、そして投げました。ねえねえ何してんの本当に。ゆみちゃん、え、あ、すみません。かわいい。いいんだよ。怒られてるのも笑うけど、謝るのも笑う。緊急事態宣言も可能性出てる。ガチ？マジでニュース見ないから分かんないわ最近。一回目忙しいんだよね。一回目忙しいのよ。みんな、一回目は忙しいの。だからいっぱい褒めてほしいし、いっぱい。よしよしってしてくれないと、うん、もう何にもできない。何にもできないの。やばいな、何人かムツゴロウさんいるな。ムツゴロウさんが太陽発生してるな。ちょっと待って、ムツゴロウさん世代的に分かんない人たち出てくるから。ムツゴロウさん、ムツゴロウさんいるんだよな。五体のムツゴロウさんを召喚されてる。あしゃ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 あ、あしゃあしゃって言うよね。あしゃ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 あ。ねえ、リカ動物じゃない。みんなには私から、私はもうそういうなんか、な、なに、な、何に見えてるの。猿？天使。アイドルやってるダチ。感覚的にはね、合ってるよ。感覚的には合ってる。でもさ、ニカちゃんは友達っぽいから友達枠で押してるみたいなさ言われんの。今のこのレイさんのコメントとかもそうだけど、なんか振られた気持ちになるよね。
なんか好きな人にマジで友達として大切だと思ってるみたいな言われた時に、あ、そうだよねってあ、そうだよねって、うん、つらえ、あ、ちゃんと好きですよいや、もういいよ、分かった。好きにもね、いろいろ種類があるから、うん、いや、へこんでないの。でもなんか、うん、そっかまあ僕は大好きですけどね。ありがとう、ありがとう。みがちゃんは全部の枠ぶっちぎりの位置。ほんと？少なからずダメよって追ってるよ。悲しい顔悲しい顔するよ私。だってさ、だってさ、悲しいもん。なんか私のファンが例えば彼氏できた、彼女できたみたいな報告とかさ、たまに受けるわけじゃん。で、あ、そっか、よかったねって言うけど、これでもうあなたの一番じゃないんですねってでもマジで褒めたらチョキで逃げるそれはそうこんなに好きの感情が溢れるのはリカちゃんに対してだけだよ。いや、知ってる。ミクちゃんは他に好きな人がいるの私は知ってるんだ。はぁ、あ、もう豆焼け食いしちゃうあ、いや、ちっちゃい時この味しない豆大好きで食べ過ぎて鼻血出したことあるんだよね、私。最近振られたからリカちゃん一番。振られたの大丈夫？そういうのなんかさ言ってくる女の子とかいるけどさ、私ガチで心配するからね大丈夫？男にはざまみろー、てめえの力量不足だって言うけどうん、って言うけど、女の子はちょっと大丈夫ってなる。もし振られても絶対報告しないと心に誓うのであったなんかナレーション調なのやめて。完全に10体上でリカちゃんにしかモチベがない。本当だよ、リカちゃんが一番なんか大丈夫だよ、分かってるよ。ミクちゃんが私のこと大好きなのはすごい伝わってるし、大丈夫だよ、ありがとう。女に生まれてよかった瞬間第一位すぎて、そうでしょ。やっぱりリカちゃんが一番って気づいた。いや、なんかさ強がるんだよ大体。なんか次あるよね次みたいな感じで言うけど、でも女の人って
好きな人に振られるが人生で一番辛いことだと思うから、なんか、うん、それがなんか一番よね、やっぱり。なんか普通に心配しちゃう。なんか友達もなんかそれですごい病んじゃってる時とかあったりしたし、なんか結局ケロッとするんだけど、でもなんかそういうさ、のさ、なんかちゃんとこう周りで支えてあげられる人がいないと結構しんどくない？って それは悪いこと。振られるとか土俵までいかないから安全、安心安全僕。はい、よく言いますよね。この人2人振ってますからね、私のファンになってから。この人2人振ってますから、よくないんですよ。それで、あの、このプリンさんって方ね、2人振ってるんですよ、まず女性を。理由として、リカちゃんの方が好きだからって言うらしくて、バカじゃん。いや、バカじゃん。そりゃ土俵に立てんわ。自分からだって後ろ向きなんだもん。本当に。モテるもんなって言われてる。やっぱモテるんだ。今時の女はこういう男がいいんかね、私は分からんけどね。チャンスボールを地面に叩きつけていくスタイル。あ、そうだよ、プリンさんはそういうスタイル取ってるから。いやー、おい、リカちゃんの方が好きだから振ったんだよね。バカじゃん。一番好かれたい人に分からん言われるのつらすぎる。いや、もう本当に本当にストロングスタイルよ。自分不器用なんで。そう、今日はタワー祭の日です。いや、すごいよ。ケーキありがとう。わかる、僕もリカタン以上に好きな人いない。でもさ、じゃあさ、すっごい可愛いさ、父でけえ女がさ、付き合ってくださいみたいな言ってきたらどうすんの、どうすんの。完全に見えます。即付き合うでとか言ってる人いや、いつも条件に父の話出すの悪い。だってさ、だってね、ピメに虫がつかないように見回りしてきた。え、待って待って、怖い怖い怖い、どういうこと。それは揺らぐかも。
揺らぐやん。え、私ちょっと嬉しかったのに、リカちゃんだけだよって言われて嬉しかった。揺らぐやん。はあ、悲しい。リカ姫じゃないんだね。もういい。できんの好きじゃねえのよ。あれ、なんか、いや別に、うん、なんかごめん。ひどいよ、みんな揺らぐんだ。やっぱり父がでかい方がいいんでしょ、どうせ。リカも割とあるけどね。リカも割とある。リカも割とある。リカも割とあるもん。リカも割とあるもん。なんでそんなさ、細い割にはある方だもん。覗かないの。割とあるのはわかる。ここまでで一つはコント。いや、リカは細い割にはあるもん。なんでさ、そうやってさ、私がちちないみたいな言い方するの、ひどいよ。細い割にはある方だもん。うわー、あ、ゴーちゃんたわ、ありがとうございます。ゴーちゃんね、はい、ゴーちゃん。もう本当に話題にうろたえて文房具立てひっくり返しました。拾って拾ってください、それは。すぐに拾って。危ないから、踏んじゃったりしたら。でも、え、じゃあ、え、じゃあ聞くけど、え、じゃあ、じゃあ父のでかいタヌキ顔の女がなんか、まるまるさん、あの、今日一緒にご飯行きませんかみたいな言ってきたらさ、行くでしょ、行くでしょ。行くんでしょ。女子にも言うけど、じゃあ女子にも言うよ。もうなんか顔面もうめっちゃいい、あの、まあ結構高身長なイケメンに、あの、今日の夜空いてるって言って、いや今日はリカちゃんのお話し会があってあると思ってたけど、いやでも今日俺まるまるちゃんと一緒にご飯行きたいんだよねって言ってきたら行くでしょ、私のことほったらかして。ああ、ひどいよ。リカちゃんが最優先だよ。リカちゃんのお話し会があるんだ。めっちゃ可愛いんだよ。もう吉沢亮。吉沢亮の顔で、今日一緒にご飯行かないみたいな。二人でがいいんだよね、みたいな言われたら行くでしょ。あー、行くんだ行くんだ行くんだ。途中でおしゃべりかよさん、行くわ、行くやん。行くわ、行くやん。おしゃべり会の時間だけ抜ける、最悪だー。全然揺らがない、圧倒的にリカちゃん優先で、絶対嘘。
行くんだよ、高身長のイケメンにあご食い壁ドンされてさ、こうやって今日一緒にご飯行かない、それはちょっとキモいなそれはちょっとキモいなそうだよね、あ、そっか、そういうの、そういう顔がタイプじゃない人もいるよね。じゃあ2択用意しよう。あの坂口健太郎さんか吉田亮さんの、あのフォルムで、まあ、どっちの顔もね一応用意させていただいて、そういう状況に陥った時、皆さんは絶対にそちらに行きます。ファイナルアンサー、はい、これに100ベッドはい、横浜流星、あーそっちもあったかイケメンよりリカちゃん、いや絶対イケメン行くのよ、いい、絶対イケメン行くのよ。でその日の夜にもうはあリカ姫のことなんて忘れてしまって、一夜の過ちをおいおいおいおーおーおい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 ほんとに行かないから、仮にあの人だとしても断ると決めてます。それは行けそれは行け、私がなんなら背中を押すそれはよーし行ってこいって言ってもうケツをバコン叩くバチコリ叩くよ、それはもう本当に行ってこい行ってこい、こんなところ来てる場合じゃない、ほらこれ持ってこれ持って、これカチューシャって、はいかわいい行ってこーいってやってやるそれは絶対に行けな、うん、むしろ行け、うん、なんなら行け、絶対行け、イケメンゲットで、うん、そんなもうポケモンのモンスターボールで捕まえられないからマスターボール渡すわ、私がこれ投げて3秒食ってグイグイってなるの待つんだよって絶対使えてこいよ、行ってこい、絶対いけるから、お前ならいける、やれる、サイケハ激しい思いやりチラつかせろ、なんか色気とかチラつかせろ、なんかあのいい下着つけてけエロい香水つけろよし行けやるから私はもうチラつかせろこれをってむ胸元とかにあの名刺挟めうん、そうよ、もうそんなビーマンプロデューサー、いやそうよ、その私に、まあ、かかればもう一発なんだからってやるのにな何の話だっけ、いややるのにないじゃダメよ、私だ、私は言っちゃダメだよ、だ何してんの、ダメダメダメ私もお話し会があるよ、言っちゃダメなの、そう、そういう話そうだったらそうするけど、
男の場合は何してんのってなるよね。はいはいはい、ちょっといいかな、ちょっとお話聞かせてもらってもいいかな。はい、なさい。そう、職業年齢、はい、職業年齢言って。うん、あ、そう、フルネーム、漢字は、はい、今ここで何してたのちょっとその言い訳厳しいよね、この時間にね。それは良くないよね。うんうんうん、これからね、だってお話し会あるんでしょ。うん、だここで行っちゃダメだね。こんななんかね、父に引っかかった、良くないね、そうよね。でちょっと名前だけ控えさせてもらうから。うん、あとは免許証ある？うん、免許証もらっていい？はい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 、ありがとう。じゃあね、あのそっちに交番あるから、そこまで一緒に来てもらっていいかな。うん、すぐそこだから。うん、罰金や、罰金だよ。何言ってんの、罰金だからね。え、絶対前髪の長さ違うんだけど、笑う。でもこうやってやったらいい感じになるんだよね。なんで？いやー、本当に交番でおしゃべり会してもいいんですか。あ、そしたらタヌキ側の父デカ女に捕まったんだなって思うね、私は。でもいるじゃん、なんかさ、バインバインの人バインバインの人いるでしょ、たまに。なんか、どこからどこまでが胸みたいなそれっていうのはどこからどこまでが胸いるよね、いるよね。たぬき顔限定で、たぬき顔じゃない？よくいるのは。いますね、山脈みたいな方。確かにいるけども、いるけども。ああ、じゃあみんな見たことはあるんだ。で、街中ですれ違ったらエロい目で見てるってことでいい？最悪、最低だよ。なんでそういうことするの、リカ姫っていうものがありながら。やっぱり父か、父がないのがいけないのか。何、じゃあ何が足りない、私に色気どうやったらモテるか教えて。みんなの意見を踏まえた上で、モテるために私は最大限の努力を今しようと思ってる。これはみんなのためでもある。だって可愛い、可愛いね、推しメンの方が自慢できるじゃん。色気、色気ですか、色気ですか、何ですか、何が足りないですか、私に。色気も父もすでにたっぷりでいらっしゃいますあー、なるほどね。あ、謙虚さね、それは確かに足りないと思うわリカちゃんは今のままで、いやいや違う違う、本当に違うんだって。もっとあるじゃん、私に対してこうした方がいいよみたいな。清純さ、清純さってどうやったら出るんですか。なんかおとなしくしてれば出るんですか。弱っているところにつけ込める狡猾さ、あー、それはないね、確かに。
去るもの上図感あるもんね。さっきみたいな発言をしない。あ、ん？なんだ？なんだ？リカちゃんは清純で清楚さ、あ、清楚さね。リカちゃんがみんなに見つかるたびに嬉しさと嫉妬が入り混じるからこれ以上モテないで。でもリカ姫モテちゃってるんだよな。リカ姫ねモテちゃってる、ごめんけど。なんか正々堂々正面から戦う意味どういうこと。でも確かにそうかも、あーそうかも。駆け引きとか計算とかできないもんな。詳しく聞かせてもらおう。聞いてくれますか、私のモテエピソード。モテたいが実行しないで。でもみんなにちゃんと好きって言ってもらえてるのもモテるに入るからね。言いたくて仕方ない。いやなんか結構、いやすごいんですよ、なんか最近最近もちろんなんかそういうのはシャットアウトするけど、シャットアウトするけど、でもなんかすごい。すごい、うん、オールウェイズモテ期。そうなのかな。え、待って、ガチなやつやむよ。寝れなくなってきたぞ。すごいって何。いやだからそういったような、だからね、あの、なんて言うんですか、なんかなんて言ったらいいんだろうな、まあ、なんて言ったらいいのか難しいんだけど、私のリカちゃんに近づく男はどこですか？って締めます。いや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 、あの違いますよ、そういうのはあのないんですけど、そういうのはないんですけど、そういうことはないんですけど、でもなんかあのね、うん、モテてる。すごいなんかあのここぞとばかりに定期を差し込んできた今。あおとさんね、はい、あおとさん、ん、え、それ同じ人、同じ人だね。お食事のお誘いは多いのかな。いや、そう、なんかそういうご好意をいただくことはあるんですけど、すべてシャットアウトさせていただいておりますので、あの本当にあの見てる方がいらっしゃったら来ないでください。いや困っちゃうので。いやでも本当に全部お断りさせていただいているので、ちょっと本当にそこだけは、はい。
ガチやん、病むわ。なんで女の子の方が病んでるんだろう、いつも思うけど。うっあれなんか吐いてる。うん、ガチやん。いやでも本当に来ないでください。ちょっとあのこんなにそういう感じじゃなかったんですよ、本当に。吐いてる人いたよね。いやないですよ、ないです、そういうのは。ああ何人か運ばれたの。墓を建設しなくてはいけなくなる。大丈夫だよ、大丈夫。確実に寿命縮んだ。寿命は縮まないでください、大丈夫です。モテ期のね、モテ期のあれが来てるね、波が。最近モテてるから私。何、多分行く行かないというより声を何時点で嫉妬案件なんだ、何だろう、星読めなくなった私。今暇だから、姫が去年ラーメン部出た。ああ、ラーメン食べたいな。あ、声をかけてね。あ、そうなんだ。やだ。かわいいね、みんな。リカ、みんなの方が好きだよ。そんなどこのドイツかもわからないやつだより、みんなの方が好きだよ。だから安心して。なんか、ちゃんとリカに愛を注いでくれる人たちがここにいるから、私は大丈夫だよ。勝ち申した。え、そんな当たり前やん、当たり前だよ、何を言ってるか。でも絶対あのね、リアルなこと言っていい？ガチでもういい。ガチでもういいです、いい、大丈夫。あの普通に生きたい、うん、普通に生きていきたい。これ何、勝又をあげろって、何、勝又って読む、これなんて読むの、勝機、勝ち時。勝又をあげろって、勝又さんをなんかこう振ってばーしょいってやるのかと思った。勝ち時って何、勝ち時って何。勝ち時って何、勝ち時っていう地名あるよね。勝又さん胴上げレクサ、東京にあるよね。えいえいおーってやつ。あ、そうなんだ、そういうの勝ち時っていうの、勉強になった。勝った時のえいえいおーっていう、えいえいおー。でもさ、あんま言わなくない、えいえいおーって。
戦に勝った時にやるの。へー、勉強になった、勝ち時をあげろっていうの。えいえい、うん、ではみんなの勝ちだよ、本当に圧勝、なんなら大差をつけての大勝利大差をつけての大勝利です。はい、安心してください。勝ったか やったー。でも本当にみんなこうやって揺れてるだけだけど、こうやって揺れながらたまに星投げたりたまにタワー投げたりしてる人たちばっかりだけど、でもなんかそんな中でもなんか見てくれたりコメントを送ってくれたりしてるのが本当に優しいなと思って。でもみんな揺れてるだけなんだよね、さまざまな格好で。武将になってほしい。私ガチでかっこいい武将になれる気がするわ。戦闘で白い馬で走るわ、姫だから。令和の井伊直政になるか。井伊直政で合ってる？え、その人女なの？それは暴れん坊じゃん。てー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 てて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 てやばい、なんかじいちゃんの匂いするじいちゃんとよく見てたから、もうこれ歌っただけでじいちゃんの匂いするわ。うん、終わりのクオリティちょっとゆっくりになるんだよね。ファミ劇か、そうファミ劇。あれって徳川吉宗だっけ？吉宗か。そうかそうか。朝っぱらやってるイメージ、確かに。このもんどころが目に入らぬかってやつね。
やっぱ頭いいね。私頭良くないよ。頭悪いよ。外面頭悪いの。だから何にもわからない。何にもわからないよ。なんかさ、寂しいんだよね。急に言うけど、なんか寂しくて寂しい。だからなんかショールームでみんなにこうやって遊んでもらわないと折り紙は寂しいから、今日も TikTok ライブする。情緒よ。やむ、病んでる最近。もうほんと無理。なんかさ、うまくいってることといかないことがたくさんあるよね、人生は。妖怪たくさん配信ありがとう。でも明日、そうね、確かにちょっとだけやろうかな。言葉のセンスがすごいなといつも思っています。ありがとうございます。褒めてる。今まさにうまくいっていません。うまくいってないときはなんかあれしたらいいよ、諦める。一回諦めてもうやめる。どう？あ、陽一さん、オッケー。よーいちさん、よーいちさん、なんもぬそぬがりにたちらじ。諦めないで。それはまああのね、まマヤミキさんだけど、リカイムの場合は諦めよう。今日はもう諦めよう。だって無理なものは無理なんだもう。勝ちね。人生無理なものは無理をモットーに生きると本当に楽。いやガチそう。いや私もこれ本当にそう思う。なんか無理なものは無理なんだから無理なりにやろって無理の範囲内でちょっとでも良くしようって。そう、なんかさ、例えば偏差値の高い高校で一番に、偏差値の高い高校に入って一番になるように頑張るのと、間違えた。偏差値の高い高校に入ってビリを争うより、偏差値の高い低い高校で一番になった方がいいじゃん。意味わかる？その無理してやってギリギリで諦めるより、自分のできる範囲内で余裕の1位を見せた方が良くないっていう話。
っしゃる通りでしょ。なんかその背伸びして頑張って頑張り続けることって結構人間にとっては負担だし、それでじゃあやりたいことができなくなったり他の時間まで割かれてしまったりすると人生が豊かにならない。だから自分のできる範囲で余裕を持って一番になってもうやりたいこともやるっていうのでやっていくことが一番大事だと思う。それ蛍光午後牛語かな、なんだそれ、な何それ鶏の口より牛の後ってこと、どういう意味。なんかでも聞いたことある。チャレンジしたい気持ちとかで、チャレンジしたい気持ちが少しでもあるのでやった方がいいと思いますよ。何においてもやらずに終わるっていうのが私にとって一番もったいないことだと思ってるから、やってみて無理なら無理で、あ無理なんだなって分かるし、なんかなんかなんでやるかやらないかで迷ってる人がいるのか私は分からない。やればいいのにじゃあって思う。で無理なら無理で無理の範囲内で頑張る。もう本当にそれをするだけで人生が楽になります諦める勇気っていうのも大事なので、この一歩下がれる人と前でがむしゃらに周りが見えないまま頑張る人とだと、もうね本当にね天と地の差ですよ。NGT3 期受ければいいの。受けてる受けてる受けてんだよ。なんか一生懸命頑張ることを空回りしてる人が一番しんどいなって思ってて、なんか自分には頑張れることと頑張れないことがあって、なんか頑張ると無理してるは違うから、無理して頑張るのって本当に良くないことなんだと思う。何においては無理は良くない、無理は良くない、本当に良くない。無理してる時ってだって本当に何もかもうまくいかないもん。だから私もそうだったもん。無理して仕事してる時って本当に全部嫌になるし、そしたらファンの人への対応とかもおろそかになっちゃうし、もう全部もう仕事もやりたいことやってないのになんでこんなに毎日毎日毎日早起きして遅くまでやって、また早起きして寝る時間も惜しんで、もう何泊も東京に泊まって何してんの私って思うさ。それでお金をもらえるわけでもないのに
よく頑張ったよなって。から自分がうまく操作できる範囲、自分を自分でこう操れる範囲内で頑張る、それが大事だって。だから私はよく言うんですけど、自分で責任取れることしか勝手にやらないし、自分で責任取るよって思うことだったら逆に勝手にやっていいと思ってるから。だけど自分でも責任取れなくて人も巻き込むような、あの迷惑をかけるようなことならやめた方がいいと思うけど、私の問題で私がやりたいことをなんでやっちゃいけないのってなるから、後で怒られるんだったら怒られればいいし、別に怒られてる理由もよくわかんないし、ダメって言われてないじゃんって感じだしじゃあ先に言ってくんねみたいな、どうせ聞いたって確認します、確認します、応酬だろうと思って、めっちゃそう私は勝手にやっちゃうんだけどだってそれで損したこと一回もないもん。だけど責任は私が負ってるじゃん、怒られてるし。別に人のせいにはしたりはしないですよ。それはだって私は勝手にやってることだから。すいませんって言う時もなんとかなるから。ごめんなさい。なんか勝手に指先が動いてました。なんか知らないんですけど、なんか指先が勝手にびっくりしちゃいますよねで、ちゃんと誠心誠意謝る、これが大事。すいませんでしたなんかそういうつもりは全然なかったんですけどデロンデロンなんよなんかすいませんでしたそれかも逆ギレだよね。え、じゃあなんでダメって言わなかったんですか先に。え、これどっちが悪いんですかね。私悪いですか。だって聞いたってダメって言うじゃないですか。ここで動かないとどうせ誰も動かないし、私がやるしかないじゃないですか。これでもう私がキレられてチャラでいいんじゃないですかって逆ギレするうん、それかすいませんどっちかうん、切れる体力がないときはだいたいふにゃふにゃになっとけば勝てるから。おバカの振りは最強。うん。
0.5 倍速。真白さんタワー。真白さん、真白さん、ちょっと待ってね。真白さんね、ありがとうございます。真白さん。シンシンさんタワーね、シンシンさんありがとうございます。タタン、ツイッターだってそちらさんもログインしてらっしゃるじゃないですか。それなのになんかじゃあ消したのですか、勝手に悪く映るのそちらですけど、だって消されたって確信みたいな。だって100は私が合ってることしか書いてないんだもん。逃げ場のないスタッフ。一回確認してからにしてくださいとかって言われても、じゃあ確認しろっていうことはダメっていうことじゃないですか。ダメっていう可能性がちょっとでもある場合、私あんまり聞きたくないんですよね。だってダメって言われちゃったらできないじゃないですか。でも今の時点でダメって言われてないっていうことで書いてるので、それは先回りして言ってくれないとわからないですよね。使ってください、ここ。めっちゃおるじゃん。こんばんは。だって私カメラ回すし、500理不尽なこと言われてるなと思ったらピン。だってなんで私が大人の責任の押し付け合いを見守って待たなきゃいけないの。どうせ確認しますって、上に確認して上に確認して OK ですダメですみたいな、そういうことでしょう。そうなった時に不利益が生まれる人がその確認の間に一人でもいたらダメになるわけじゃん。そんな可能性にかけたくないよねっていう。私はそうしたいんだから。
なんでそれで私が我慢しなきゃいけないのかよくわかんない。リカちゃんの前髪真似したいんですけど、いつもどうやってリクエストしてますか？ちょいラウンドにするんですけど、わかりますか？こうなってるんですよ。こうなってる。で、こっちは横に流す、こっちも横に流す。で、ここを薄く取って、シースルーにするみたいな。ここは結構、パッツンにしてますね。こうやって流した時にパッツンになるようにしてます。本当はこの横髪もちょっと伸ばしたいんですけど、それはまだ時間がかかりそうなので、でも切る時はもうここしか切らないみたいな感じですね。横の前髪うまく流せない、ここ？でも私も最近ね、ここをマスターした。でもこうやってやってる方が顔ちっちゃく見えていいよね。私丸顔だからさ、ここがこうなってるとね、こうなってるとこうなんかめっちゃ丸いなっていう感じだけど、これがあることによってちょっとなんかシュッとして見える。曲も、いやそんなことないと思う。私さっきアイロンで伸ばしたけど、朝起きた時とかテンパって思うぐらいうねってるよ。いやガチで本当に私寝相悪いからさ、で私のベッドって天蓋ついてんのね、ここにむにゅーってなる。天蓋のカーテンがくって起きる。だから絶対天蓋似合ってないんだけど、でも可愛いじゃん、つけたいじゃん。美容室でいつもリカちゃんの写真見せてる。可愛い、何それ、そんなことはあるの、可愛いね。寝相悪いのかわいい、かわいくないんだけど。落ちたことないの、めっちゃあるよ、めっちゃある。天蓋つけるのって天井の穴開けない、シール、シールか、あのね、天蓋ポールみたいなのが売ってるから。私はね、前の家の時はポールで立ててました。こういうやつにクッてなってて、ここに引っ掛けるみたいなやつでやってたんだけど、シールもある、なんかここにピタッてくっつけてくってやって、そこから垂らすみたいなやつもあります。だけどポールの方がなんか安定感はあるかも。ちょっと私みたいに寝相が悪い人だとムニュってなって、そのままドスンと落ちて天蓋バサッみたいなことがよくあるので、だからポールの方が結構いいかも。多分高さとかもね調節できるからね。どのぐらい、アマゾンで2000円ぐらいで売ってんじゃない、多分。賃貸だったらね、もう絶対ポールの方がいいよね、買っちゃえばそう言ってなるから。シールあるよ。かわいいよね天蓋。
とかなんか4つに立つやつだったらあのいいか、シングルベッドだとしたらそれでもいい、それだとちょっとでかいかなって思うけど、あのこういう4つに立つやつにカーテンやってこうやって自分で紐でやったらパサってなってもう部屋みたいになるみたいな、それも可愛いなって思ったんだけど本当にそこから出なくなるなって思ったから ソロコンの点、あ、そうそう、ソロコンみたいなやつ、ソロコンみたいなやつだと四角で立てて、そのなんか自分でリボンほどいてパサって、ちょっとエロいやつ、エロいやつかやなら昔してたのおばあちゃんちのやつおばあちゃんちのやつ、トトロで見るやつだ確かに、あーめーちゃんの真似したの、喉痛くてできないリカちゃん見てると女子力上げて頑張らなきゃってなるから、いつもモチベ上げてくれてありがとう。私も、私がそんなにモチベないんですけど、そのなんか女子力に対して、だって化粧水わっしゃーみたいな、ニューイエー終わり、もう寝れる最高みたいなそんなんよ私、え、最高はい最高、風呂入った、歯磨いた、はいスキンケアした、はい寝れる最高そんな感じですよ、なんかむにゃむにゃみたいな感じじゃないよ申し訳ないけど夢を壊して申し訳ないんだけれどもね、ミルクでも飲もうかなんみたいな、そういう感じじゃないですよ。茶でもしばくか、一応ミルク、一応ミユくん好きじゃないし、私そんなに別に一応ミユくんあんまり好きじゃない、なんかいちごを本当に牛乳で潰したやつは好きなのだけど、なんか売ってるいちごミユくんは甘すぎて飲めない。いちごミルクをしばけばマイルド、確かにねうんってことねうんってことね、そういうことだよね、うん、
とりあえずビールで違ういやそうテンポ感神だった今とりあえずビールでかっこ違ううんいやそうビール大好き最悪最悪のアイドルみんなと一回さ飲みたいねそういう会開きたくねガチでどう私だっけそうだよねいやそうだよそうだよ最悪と見せかけて最高いやわかる最高のアイドルえりかさ唐揚げ作るのうまいわけだから唐揚げ作るからそれでみんなはお酒自分のなんか出身地とか自分のおすすめのお酒を持ってきてそれでまあ二十歳以上の会になってしまうけどじゃあ祖父取り席も作ってそれでなんかよくないよくない私でも最初にそれでへーってなって祖父取り席に一生居座るみたいなことになりそうなんだけどそれでもよければやりたいよねらしい拍手いやでもリカもほんと酔っ払ったらもうマジでやばいからふにゃんふにゃんになるからもう分かんないいい概念分かんないってなっちゃうからダメ正気を保てなくなる人に見せていい姿じゃないあれはふにゃん、ふにゃんになるよ。ほんとに。ちゃんと解放してあげられる自信がない。いや、多分、さっちゃんもベロベロになるでしょ。やばいよ、多分、ここ。さっちゃんと私だったらすごい陽キャになるしふにゃふにゃリカちゃん保護するから安心してくださいゆみちゃんあたりにはいはいはいって二人とも抱えられてる図男子下がれ触んなつって女の子たちにこうやってでみくちゃんとかみーちゃんリカちゃん大丈夫とか言ってゆりたんとかも「いややほとげいっしゃ!」みたいな感じでもうカオスな図が思い浮かぶからやっぱダメだこの界隈できない抱えますいやななこちゃんも結構なんかね「大丈夫?」とか言ってお水とか持ってきてくれるタイプのリカちゃんだけ解放されいやそんな白状じゃないからみんなちゃんとさっちゃんと私を同時にこうやって考え込んで「さあ行け!」とか言ってさっちゃんをこうやって「はいはいはい」とか言ってやるんだよ絶対男子は温かい目でよそうだよなんかあの女子がテープとかで、はい、男子ここから来ちゃダメですみたいなテープ貼って鑑賞席みたいなのできるんじゃん多分絶対楽しい絶対楽しい絶対楽しいももちゃんも絶対私のところに来てこうやって「大丈夫?」ってやってくれる。半径1メートル以内立ち入り禁止水持っていきまーすリカちゃんに触れさせないかなユナタスはなんかあのヘパリーゼとか、なんかその辺をこうやって「買ってきたから早くこれ二人で飲んで」って言ってそういうことになるんだよ結局
ヘパリーゼって酔っ払いの薬だよね。酔っ払いの薬ってなんだっけ、なんだっけ、ウコンの力とか。私が解放する世界線は、いや、あんたは陽気だから絶対一緒に潰れる。潰れた女の子に水と間違えてレモンサワー渡した、それやばいよ、本当にやばいよそれ、やめな。え、楽しそうだね、その会開きたいわ。そういう会を想像すると楽しいよね。リカちゃんに注がれたお酒は答えない、いやそうだよ、しかも私ちゃんとやるから、なに持ってんのって飲み足りないから持ってんのってやつやるよ。イギリ大学生みたいなやるよ、ちゃんと。うわー最悪最悪なやつやるよ、絶対やり返すからな。要件やんとか、これは私は潰される側。いや、あのみつるさんとかは絶対端っこの方でなんかずっと、あのこれはこうでこうなんですよね、だからこれはこうで説明してよだれ出た、面白くて。ちょっと待って、口だるだるなんだけど私。え、そうなので、これを一回あのリカさんに飲ませてあげてくださいとか言って、すごい優しさでいっぱいいろんな持ってきてくれる。大丈夫ですかとか言って。みんなの酔った姿想像するの楽しいな。確かに。プリンとかハマちゃんとか端っこの方で、リガちゃんが楽しんだらそれでいいとか言って、なんか変なガヤ飛ばしてそう。うん、リガちゃんが楽しんだらそれでいいよーっつって。もう楽しみ早い。それやろうよマジで。なんかコロナとかね、なくなったらね、やりたいよね。今この世界線では絶対無理だけど。プリンにビール注いでますみこで、あ、でもダメだ、ハマちゃんは全員解放係だから。先鬼強案件でしょ、ハマちゃん。ああもうそんな感じとか言って、袋袋誰か袋持ってきて。全員解、そうです、全員解放係、解放隊長。大忙し。いつもしてるやつ。仕事モード入っちゃうから。楽しいねそういう会、絶対楽しいよ。一回みんなで飲んだらみんな仲良くなれる気がする。でもリカ姫はモテモテでありたい、そういう場で。リカちゃんこっち来てみたいな言われたい、言ってほしい。あ、リカちゃんの隣に座ってない？みたいなやつやってほしい。
今から酒鍛えとくね。リカちゃんの争奪戦始まる始まるよね。イストリーゲームみたいになってくれるかな。10秒ずつ交代。握手会やないか。え、トーナメント制だから、やっぱり強い人が理解。そうだよ。トーナメント制だよ。歌同士で盛り上がってる席2つはあるよ。やば、やばい、それやばい、無理無理無理。え、ちょっと待って、本当にガチ。ガチ。こんばんは。意地でもトーナメント残ります。いやでも女の子たちには飲ませられないな。可愛い子をそんななんか野獣の檻に入れておくみたいなことはできないから。野獣。いやでもありそうじゃない。可愛い女の子のファンいっぱいいるし、でね、あの男性側もイケメンいるから、私のファン結構だから、いやできちゃうなこれ。もうできちゃうなこれ。よくないな、よくないな。できちゃうの。リカップルオフ会。カオスだよ。そうだったらできちゃうのか。できちゃうな。え、ちなみに今、ちょっと本気で、あの一回森なしで、あのガチで彼氏彼女いないよっていう人ちょっと手挙げてみて。一回森なしガチ、これガチです本当に。あの既婚者はもう論外ね、あげないでね。え、プリン嘘。ああ、なるほどね。はーい。え、みつるさん絶対いるでしょ。治療は絶対いるでしょ。いい感じの人はいるでしょ。ななこちゃんよくない。ゆりたんはまああのなんかわかる、男になんて頼ってらんねえマンジーみたいな感じだから。いやわかる。いや本当に。本当に。おいおい、ちょっと待って、ちょっと待って、ミクちゃん、ミクちゃんいるんだね。ミクちゃんしれっとシーンとしてないか。ちょっと待って、ミクちゃん、
わしだけわかるの切り口違いないで草なんだっけ。おっと、そういう感じか。逆炙り出しだよこれは。いや私わかるからね、あげてない人。ちょっと待って、はい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 、あ、なんだなんだ、いや、あーなるほど、そういう感じか、そういう感じか。え、これ森なしね、ガチね。限りなくいないに近い。キュン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 、どうしてキュンキュン、何何、 KWSK KWSK。 ななこちゃん嘘はいいよ、大丈夫、いるでしょ。みくちゃん可愛いもんな。いやみくちゃん可愛いからね。みんな今キュンとして、え、キュンとするよね。一番楽しい時期だ、じゃあ。応援する。それは応援する。それは応援する。さっちゃんのニトリ男は許せないけど、なんかわかんないけど、なんかわかんないけど許せないけど、でもでもでもみくちゃんのは、みくちゃんのは応援する。え、なに、ね、なんか言ってるわ。ニトリ男がじゃ本当に許せない、本当に許せないけど、めくちゃんの応援する、ほんとに。え、じゃあもう今一番楽しいじゃん。なに、なに、どこまでやったの。ちょっとほんと女子会トーク始まっちゃうよ、そんなのは。え、なになに、どういう感じ今。え、どういう感じ、いや、なになに、どういう感じ、応援してくれよ。もうあんたのはもうニトリオとかもう確実じゃん。もうかくってるやん。もうだからまだのが一緒にニトリなんか行くような男ってやつはダメだ。どこまでそのなんて言うんですか、例えばね、あのご飯に行くとかさ、あるじゃないですか。あるじゃないですか。それで、まあ、なんか告白とかもあるじゃないですか。いや、寝掘るし歯掘るよ。え、ちょっと教えて、ここで言いたくなかったら DM で教えて、そしたら私一人で読んでニヤニヤするから。頑張ってね、頑張れ、頑張れ頑張れ頑張れ、本当に嬉しい。いや私は根掘るし葉掘る、これは次のお話し会で本当に根掘るし葉掘る。リカちゃんと女子会トークしたいけどできる話ねえ、なんだこっちゃん、もういい、そういうやつ、いい、こんな女の子ほっとくわけないじゃん。ななこちゃん言ってみて、じゃ最近別れたのいつからか教えて。最新の彼氏いつ別れたかだけ教えて、ななこちゃん。おしめにこんな応援される子いって、いや私ガチで応援するから、本当にみくちゃんの幸せだけを願ってる私は。ななこちゃんも可愛いからな。いや、そうやって言うなったその恋路も知ってるからね、私言うけど、ごめん、それはあのスターバックスの欄っていうのが私はあるのは知ってるから、ちょっと後でね、後でそれは話すとして、ななこちゃん
スターバックスの欄っていうのはちょっとこれユーナタソとあのプリンさんが関係してくるんですけどこれはちょっと本当に良くないんですけどフ言い方が厳しすぎ、みんないろいろあるんだねいや、こことここ、こうでしょ、で、こうで、あー天と天が線にベイマックス状態ですよ、これがいわゆるユーナタソニタビヒおおじゃないの一人ついていけてない人いるおとか言っておおっとお歯がいるんだねこんなのお酒飲んだら収集つかない。そうよね、ゆりちゃんと私一緒の感じだから、男だっているわね私とゆりちゃん一緒のタイプだから。だけど実はね、これ実はそうなのよ。だけど実はああゆみちゃんちょっと説明してあげて、ゆみちゃんの方から知ってるでしょ、ゆみちゃんちょっとななこちゃんの最新の彼氏いつ別れたかだけ一回教えて。はい、言えなかったら DM でいいよいや、なんか某メンバーがね某メンバーがまああのゆなことのおしゃべり会、あのあったじゃない、グループおしゃべり会で、あの某メンバーからゆなこにタレコミがあったんですよ、某富士さんの方から某富士さんの方からあのタレコミがあって、でまあスタバに行ったらゆなたそとプリンが行ったとで2人で私のショールームを見てたと。で2人は私のショールームに夢中で富士山には気づかなかったの。気づかなかったのね。でもおしゃべり会に来る前に2人でね、そんななんか何みたいなあるそれはみたいな。で2人でしかも一緒に見てたんだよショールーム。あ、でもこれは語弊があって、同じショールーム見てるのに違う端末で星は投げてたらしいです。それはちょっとあったんだけど、全部言うえ、全部言うよえ、これおかしいですよね。これここに垂れ込んでるんですけど、これどういうことってすぎて草いや、これ始まってますよ。何フラペチーノだ、え、何を二人でフラペチーノしたんだ、おい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 、フラペチーノしてんねで、あの富士さんが、あの二人は気づいてなかったけど、富士さんがあれ、リカさんの有名なファンの方じゃないかなっていうことで、こうユナコさんに、ユナコは一緒のねおしゃべり会だからと垂れ込んできたと、そういう感じでしたはい、っていうのを私とのおしゃべり会で当人がいる前で私は聞かされて、もう修羅場よ。
もうそこでシュラーバが始まる。え、どういうこと、え、2人でスタバ、え、どういうこと、できてるってことみたいな。もう有名なファン。え、そう、私の結構ね、あのショールームとかでいじられてるファンの方だから、まあ、知ってた、まあ、公演とかもね来るしね。シュラーバですよ。もうっていうか目の前にアイドルいるのにそれに気づかないで私のショールーム見て星を別端末で送ってるっていうところが可愛いポイントなんだけど。これ可愛い、これだけは可愛い本当に。だって同じ端末で見てたらまあ書くだけど、違う端末でちゃんと星投げてるっていうところが可愛くない？ちなみにおのおのイヤホンしてました。素で、え、怖って言いました。いや別にそういうのはないってことでいいんですか？お二人にもう一度聞きますけれど、そういった浮ついた気持ちはないということで。かわいいで、え、かわいいよね、うん、かわいい、確かにかわいいけど。リカちゃん一筋です、リカちゃんだけです。でもこう言ってこうでこうっていう三角関係はない。私から一切矢印は出てないかもしれないけど、それはね、あの人類みな平等、2割みな平等という感じなので。だけど私の矢印はハテナにしておいて、こうこうっていう謎の謎の三角関係はない。それはない、それはないでいい。うん、そう、いびつな三角関係になるんだよね。矢印2本こうはない。こっちにも刺してるしこっちにも刺してるみたいなことはない。あ、ないんだ。あー、これ怪しいね。気まず、気まず、気まずいね。一生言われるやつ。早くこれ、プリンに2の疑惑がかかってるんですよ。これもう一個言いますね。まあアイライナー事件なんですけど、これは皆さんもご存知の通り、アイライナー事件っていうのがありまして、その日初めて会いに来るあの女の子がいらっしゃって、そう、あずちゃんっていう子ね、その子のアイライナーを借りてほっぺに字を書いていたと。それっていうのはどういう距離感なんだろうか。だからやっぱりプリンがたらし、こういったあの見解に落ちる。うん、そう、かの有名なアイライナー事件、これやってるよね、これね。どう？そうだよな、そうだよね。プリンさん疑惑だらけで吹きました。あ、ごめんね、でもこういうこと言ったらユナタスが傷つくかな、ごめん。ごめん。えっていうの笑う。ごめん、それはごめん、もう本当にごめん。あー、やばい、もうそんなに、そういう、よくないよ。
もしかしたらほうなんかねやばいよ。だってゆうなたさんがもしかしたらもう夜ありがとうと君に言われるとなんだか切ないってなってるかもしれないのにさようならの後も溶けぬ魔法甘くほろ苦いどういうことやねん。いやいやもう強がんなってもうよくないよ。だからありえるということですよ笑っちゃうやめて。うるさいニトリ男、お前はニトリ男とお幸せにな二刀じゃん二刀あ大好きこういう話、みんな可愛いフ今本当に笑ってはいけない状況なの。え、どういうこと？え、どういうこと？え、ちょっと待って、え、そういう感じ？セクシーチャンスってこと？え、今セクシーチャンスってこと？ごめんごめん、いいよ全然、あの大丈夫、電気とか消してもらって大丈夫笑ってはいけないよね、ごめんごめん。あ、そうだよね、うんうん、外なのよ。外？外のセクシーチャンスってこと？浮気だI'm not sexy. I'm not sexy. じゃあ電車とかかな。浮気？根性えぐいやむせたやばいやばい、みつるさんもうボロボロになってる。あのだってね、文房具立てをひっくり返し、さらにはむせて、もう最悪なことになって、ごめんね、私の配信見てるせいで。リカちゃんの想像力がもうそうなんだよね。今日面白すぎて、早く、ななこちゃん教えてって、終わってないよ、ななこちゃんのターン。誰？誰じゃないわ、いつ？いつなの？最後の彼氏終わったの。もう教えてみ？はい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 。リカちゃんこういう話、いやガチで本当に楽しい、こういう話が一番楽しいよ。ずっと笑ってる、今日面白いなかわいい似とり男が言ってても私が何何って言いなかったらいいか違うか全部星なんよニトリ男が浮気してても私が
浮気してなかったらいいかってことかな。違うよ、中学生の時の1回しかないっす。絶対に嘘。はい、それすなわちダウト。ニトリ男が嫌われてても私が嫌われてなかったらいいか、違うかってことね。確かに、まあ、さっちゃんのことは好きだよ。だけど二刀はもう本当に許せない。うん、ななこちゃんのそれはすなわちダウト。ななこちゃんのそれはすなわちダウト。もう何言っても信じてもらえん。二刀への恨みが深い。だってさっちゃん可愛かったんだもん。なんかおしゃれして髪の毛なんか巻いちゃったりなんかしちゃったりしてさ、なんかそれでひがちゃんごめん今ニトリにおんねんみたいな。男じゃん、男か男じゃないかで言うたら男やけどみたいな。いないよ。二刀。絶対生誕祭の方時の方が気合い入ってた。いや可愛かったよさっちゃん、可愛いよ、可愛いけどリガのさっちゃんなのにって思ってる。だからみんな作っちゃダメだよ、彼氏彼女なんて作っちゃダメ、よくない。そうだぞ。おい既婚者、おい思ってたろお前。思ってたろお前、ほら既婚者お前、一回話そう、一回話そうお前、怖い、ほら何なんだお前は、既婚者だろ。ええ、いや出なくても引きずり出すからな。これから奥さんとご飯食べるじゃないねん。どないなっとんねん我。どつき回したのか。今すぐしてる恋終わらせる。ずっとリカちゃんだけ、いや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 、違う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 。ミクちゃんはいいんだよ、ミクちゃんはもうちゃんと恋をして楽しんで、でもその恋私が応援してるからそれは楽しんでほしい。うん大丈夫、ミクちゃんの恋は応援するけど、ケンショウさんが既婚者の件に関しては私は許してない。みんな幸せになってくれ。あ、なんか言ってます、幸せの人がなんか言ってます。オンドレ、オンドレが、高みの見物。そうだよ、ケンショウさん今こんなんだからね。ケンショウさん今こんなんだからガチで。すっごい上にいるわ、もう2割なんてみんな「ケンシャンさん!」。え、そうだよ、見下ろしていく。ヒリアを見下ろしていく。そんなに結婚がいいかね。いやでもなんか幸せそうなんだよな、ケンショウさん。うん、これからご飯だよとか言って普通に、あ、そうだよね。
いるもんね彼女っていうか奥さんってなるんだから私。どうすれば女の子にモテますか。どうすれば女の子にモテるか。なんだろうな。余裕。男とは余裕をどれだけ見せられるかっていう力量にかかっていると思います。はい、私はそう思う。余裕、自分の人生に余裕があって、なおかつあなたのことも受け入れられますよっていう、この器のでかさ、これが一番大事。それが一番大事。リカちゃんを前にすると余裕がなくなります。かわいいね。かわいいんだから。今来たけど何なんだ。え、今日は女子会です。今日は女子会。最近リカちゃん好きです。え、嬉しい。可愛いねのリカちゃんが可愛かった問題。早くお家帰りなよ。この時間に外にいるのはちょっと危ないよ。あなた、急にコメント止まる。なんで止まったの。おちょこくらいしかないからな。いやでもさ、なんか、そういうのをさ見せれる、余裕を見せれる人って結局遊んでる説もあるから、ちょっと私はそれについてはどうなんだろうって。アキタロスさん、たわあり、あ、アキタロスさん久しぶりだね。デイキありがとう。お腹抱えて笑ってお茶飲んで一息ついてました。さあさあお茶飲んで一息入れて湯飲みふうふうひなたぼっこしましょう。はじめまして。はじめまして。離れしてる、そう、それが嫌だよね。なんか余裕が見えると
ノンティー買いました。夏にリーキャンディー T シャツ欲しいです。第2弾があったね第2弾あったね。今日めっちゃ元気で可愛い。リカ姫はいつでも可愛いよしんどい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 。なんかたまにさ、自分がさアイドルやってる時のさ、なんかキャパがオーバーする時があってさ、なんかウインクとかさ可愛いみたいなやつやるじゃん。 そしたらその後に自分で気持ち悪くなってうえーってなるからちょっともう本当にずっと可愛くは入れないんだよね私。確かーに。そう、副作用がやばい。なんかこういうのとかええじゃんみたいなやつとかやった後うえーそうだよね、毎日毎秒可愛いもんね。優しい、優しいよ。可愛い天使がここにいると聞いてやってきました。ここにだって天使はいる。誰かに言われても周りには気配さえもなかった。気配ないじゃん。リカちゃんファンになってから可愛いって言うことよりカーチンっていうことが増えた。髪の毛サワサワ系だ。いや結構傷んでるよ。やばい。え、てかさ、やばいんだけど、なんか女子会トークしてるあたりからめっちゃ熱くなってきてる。やばい、もう本当に汗かいてる。やばいやばい、もう終わらなきゃ。7位がゆみちゃん、6位がのぶさん、5位がけいしょうさん、4位がほっかーさん、3位がごちゃん、2位がほりもきさん、1位がゴリエムさんです。この後ちょっとだけあの TikTok ライブをするので来てください。で、タワーを送ってくださった方のあの名前を呼びます。はい、ほっかーさん、けいしょうさん、のぶさん、ほりもきさん、ちっちさん、あやめだんごさん、ゴリエムさん、ゆみちゃん、ゴーちゃん、あおとさん、ようイチさん、ましろさん、しんしんさん、あきたろすさんの2、4、6、8、12、14、14名でよろしかったですかね。良いですか？合っておりますか？ありがとうございます。TikTok ライブ行きます。待ってます。合ってる？メモと同じ。よし、ありがとうございます。ちょっと終わるまでね時間がかかるんですよ。これ持ち主に似て言うこと聞かないので。
ありがとう。終わらない、ずっと配信終了してるのに終わらない。TikTok のハート跳ねのけるの好き、バレてるー。